フラスコ持ってきて。あとビーカーも。あ、皆さんこんにちは。日本文化研究所へようこそ。今世界的に注目度が高まっている日本文化、この研究所ではそんな繊細で奥ゆかしい日本文化について研究を行っています。それでは早速参りましょう。今回の研究テーマはお辞儀です。日本国外の方の意見調査をしたところ、日本に来て驚くことは、3位治安の良さ、2位ハイスペックなトイレ、そして1位がよくお辞儀をしていることだそうです。そもそもお辞儀とは腰を折り頭を下げることで相手への敬意を伝える行為です。こんな風に日本国外の方からすると、何度もペコペコとお辞儀をしている人や電話をしながらお辞儀をしている光景が珍しいということでした。ではここからは日本国外から来た人でも安心、お辞儀の様々な形をレクチャーしますよ。レクチャー1、とても尊敬している人に挨拶をするとき、この時のお辞儀は頭を深々と下げることが重要です。45度が理想の角度ですので、家を出るときは分度器を忘れないようにしましょう。レクチャー2、あれ、この人前にどっかで会ったことある気するなーという人とすれ違うとき、この場合仮に知り合いだったら挨拶をしなければ失礼に当たります。しかし知り合いじゃなかったら恥ずかしい思いをしてしまうでしょう。ポイントはお辞儀しているようにもしていないようにも見える角度です。顎を少し前に出して目線を素早く反らすといいでしょう。レクチャー3、この人には絶対気に入られたいと思った時、とにかく頭を上げないことがポイントです。一度お辞儀をしたらその体勢のまま相手に近づきスキンシップを取りましょう。その時の掛け声はいやいやいや、とんでもございませんがベストです。それではご一緒に、いやいやいや、とんでもございません。いかがでしたか？一言にお辞儀といっても様々な場面で応用が必要になるんですね。日本文化まだまだ奥が深いです。それでは次回もこの日本文化研究所で会いましょう。おーい、三角フラスコまだかー。